2章の演習問題終わったので次第3章いきます。仙台で受けたウェブデザイン技能検定の結果が来ました。実技と筆記、マークシートの筆記があったんですけど、実技だけ合格しました。なので筆記が落ちました。自己採だと 6.8 割取れてて、で7割以上が合格なんですね。なのであと1問当たってれば合格だったんですけど、いつもギリギリ合格点ギリギリを攻めてるな。学科に関してはまともなテキスト、こう専用のテキストっていうのがない中で過去問5年分解いて、あと参考書、自分が理解できそうなのを購入して3冊ぐらい読んだのかな。それでそこじゃない問題が出られるともう太刀打ちができなかったです、正直。なのでちょっとまたリベンジしたいと思います。次の試験が夏とかになるのかな。なのでちょっと休んで、当分はこの基本情報技術書やっていこうと思います。8ビットのデータの下位2ビットを変化させずに上位6ビットの全てを反転させる。
Thank you.